44式機銃は、大日本帝国陸軍の機銃。英語圏では、タイプ44カービン、有坂タイプ44などと呼称される。騎兵第16連隊の軍機と44式、機銃本銃は1909年に開発が開始され、1911年に採用された。38式不標銃の機銃型である38式機銃をベースに、馬上での利便性など、 さらに、騎兵用に特化させたものである。前兆が長く重いモデルが多い有坂サ重の中でも38式機銃ともども扱いやすい、軽弁重として、騎兵を中心に、不評、砲兵、市長兵、憲兵、挺身部隊の挺身兵などでも使用された。44式機銃の特徴は、重心先端部に装備された折りたたみ式の、四つ型銃剣である。 別個の30年式銃剣を使用する38式機銃では、馬上で白兵戦になった場合の緊急時の着剣に難があり、さらに機兵は30年式銃剣と32年式軍投降を個々に装備することになってしまう。それらの問題点を解消するために銃と銃剣を一体化した新型機銃が構想された。折りたたみ式銃剣の根元稼働部は上帯を兼ね、 重心を覆う形で金属パーツで補強されており、その補強金具も重心に接触することなく取り付けられているので、白平線になった場合は銃を痛めることなく、銃剣格闘を行うことができる構造になっている。折りたたんだ銃剣は重傷仮面に設けられた窪溝に収められる。そのため、作図を 重心下側に内蔵することができず、ねじ込みに分割式のものを重症内に収納し、使用時は、装備板の蓋を開けて取り出し組み立てて使用する。当初正式では、危険して射撃した際に弾道が安定しないと判明し、重剣取付部を兼ねた上帯を強化したり、先台と機械の内側を重心と干渉しないよう、減肉するなど、3時ほどにわたって改良が加えられた。 第二次世界大戦終戦まで使用され、一部は初期自衛隊でも使用された。44式には直接の後継銃は設けられなかったが、7 7ト、mm、ルの99式小銃が正式採用された1939年当時、44式機銃をそのまま7 7ト、mm、ル化した姿勢7 7ト、mm、ル機銃第2案が、 38式機銃の 7.7mm 版である第1案と共に試作されたことがある。ただし、99式単小銃の生産配備が最優先とされたこともあり、両者とも正式採用には至らなかった。また、2式小銃を筆頭とする低身部隊向けの空挺小銃の開発史において、2式小銃の正式採用以前、99式単小銃をもとに2式小銃に告示した。 重心分離構造を備えた姿勢テラ銃が開発された際に44式の折りたたみ銃剣が採用されたこともあった。朝霧の巫子、平田敦志抱が使用。銃剣を展開して使用する描写がある。虹色のトロツキー主人公ウムボルトがノモンハンで使用。メダルオブオナーパシフィックアサルト44年式、騎兵銃剣タイプ44キャバルリー、ベヨネット。 旧日本帝国陸海軍軍等姿勢 7.7mm 機銃、藤田兵器研究所 EXPERIMENTALQQPARATROOPERIFLEE-MILITARISURPLUS.com w w 1消火記入問題033は38.44式機銃、ありがとうございます